こんにちは。八千代御塗キリスト教会の牧師吉原学です。今日は5月の21日、列王記第1、19章の11節から21節になります。新しい使命によって立ち上がる神の人というテーマで見ていきたいと思います。今日も主の御言葉による回復と力が私たち一人一人に与えられることを願っていきましょう。列王記第一、19章11節から21節。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声がしてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に言われた。さあ、ダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いで、アラムの王とせよ。また、ニムシの子、エフーに油を注いで、イスラエルの王とせよ。また、アベルメホラ出身のシャファテの子、エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし、私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆、バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちである。エリアはそこを去って、シャファテの子エリシャを見つけた。エリシャは、12くびきの牛を先に立て、その12番目のくびきのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎるとき、自分の街灯を彼にかけたので、エリシャは牛を放って、エリアの後を追いかけていった。私の父と母に口づけさせてください。それからあなたに従っていきますから。エリアは彼に言った。行ってきなさい。私があなたに何をしたか。エリシャは引き返して、1くびきの牛を取り、それを殺して、牛の用具でその肉を調理し、人々に与えてそれを食べさせた。それから彼は立ってエリアについて行き、彼に仕えた。昨日の場面で、エリアはバールの預言者たちに大勝利を収めましたが、アハブの中にですね、何も変化が起きない、そのことを見ました。また逆にイザベルから命をですね、奪われることになったわけです。その結果に絶望し、そして死んでしまいたいとまで思うようになりました。しかしそんなエリアに主は回復の道を備えておられました。
主はどのようにエリアを回復へと導かれたのでしょうか。11節12節を読みしたいと思います。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を裂き、岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。まず今日第1番目にですね、回復というものは主の御声を聞くことから始まるということであります。神様は沈み込んで暗闇の洞穴の中にですねいた、そのエリアに洞穴から出て主の前に立てというふうに命じました。主は今日私たちにも絶望と暗闇の洞穴の中に入っているとするならば、そこから出てきなさい、そして私の前に立ちなさいというふうに言われています。この時主が通り過ぎて激しい大風が山を砕きましたけれども、風の中に主はいませんでした。そして地震も起きたんですけども、その中にも主はおられませんでした。そして火の中にも主はですねおられなかったわけであります。しかし最後にかすかな細い声が聞こえました。このことは何を意味しているんでしょうか。この時エリアはバールとの戦いで主が祭壇に火を下して大勝利を収めてくださるのをですね、目の前で見たわけです。そして次にアハブの中に何の変化もですね見ることができなかった時に、主への信仰というものを見失っていきました。自分が願った奇跡が起きた時には主を信じたんですけども、思い通りにならない時にですね信じることができませんでした。それは主の主権を信じる信仰ではなく、自分を主とした信仰であったと言えます。ですから今日のところで主は嵐を起こし地震と火を見せたんですけども、そこに主はおられなかった。それは主はいつでも奇跡をなすことができる全能の神であるということですね、ここで一つは示しています。しかしそこに信仰の根拠を置くのではなく、主は御言葉の中に臨在され、御言葉によって導かれる神であるということをここで表しています。エリアをホレブの山に導いたのも主の御言葉に再び立ち返るようにしたわけであります。人々はイエス様に奇跡を見て食べるパンを求めて従いました。しかしご自身が命のパンであるということをですね、福音を、御国の福音を述べ伝えるようになったその時に、多くの弟子たちが去っていったという記事があります。マタイの福音書の12章の39節をお読みします。しかしイエスは答えられた。悪い寛因の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。霊的な寛因と偶像の時代には人々は奇跡を求めることをしても、イエス様ご自身を信じて求めることをしないと言っています。そしてヨナの印とは3日目に復活する十字架の福音を意味しています。奇跡や主の御業を求めることが問題ではありません。しかし誠の信仰とはイエス様の御言葉とその福音を根拠にして信じることであります。そして信仰とは常に神の御言葉を聞くことから始まるということを今日私たちはもう一度覚えたいのであります。13節を見ればエリアは神のかすかな声を聞いて外に出て洞穴の入り口に立ちました。やっと洞穴から出てきたわけですね。いつでも信仰の回復はそうです。主の御言葉を聞くことから始まるのです。今日信仰を見失っている人がいるとするならば、私たちの信仰が目に見える結果にとらわれていないかということを一つは確認すること、
そしてもう一つは、主の御言葉によって、主の御言葉にもう一度聞くものとなって、私たちの信仰の回復を願っていきましょう。本文の14節をお読みします。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。エリアはこの時神の見業を体験したにもかかわらず、相変わらず自分の苦しい状況を訴えています。自分は熱心に仕えました。しかしイスラエルは契約をですね、捨て去った。イスラエルのことをですね、この時も非難しています。しかしこの時の特徴は、エリアの訴えた内容に対して主は答えたのではなくてですね、全く違うことをですね、答えをしたわけであります。15節16節をお読みします。主は彼に言われた。さあダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフーに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラ出身のシャファテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。ですね。油を注いで王とし、またエリシャにまた油注いで預言者とせよ。その働きは預言者がですね、する働きでありました。主は9節そして13節でもここで何をしているのか。それは逆に言うならば、ここに留まっていてはいけないというふうに言っているわけです。あなたにはまだすべきことがあるんだというふうに語っています。つまりエリアを預言者として召された主の働きはまだ終わっていない。まだ途中なんだ。あなたの使命に立ち帰りなさいというふうに言っています。私たちの主はエリアが大勝利の後に願ったようにならずにですね、絶望し、そして死んでしまいたいと思う状況のですね、その中に陥った時にも食べ物を与え、休息を与えてくださいました。そして声をかけてくださり、その悩みを聞いてくださって共に寄り添ってくださいました。信仰がですね、まだ未熟なそのエリアを裁くことをせずに、忍耐と愛を持って見守ったわけであります。そして励ましを与えました。愛する皆さん、主の召しとは主の働きだけを意味するのではなくて、一人の働き人が神の人として成長し成熟するまでが含まれているということであります。そして主は自分だけがイスラエルの預言者として残ったというですね、そのエリアに対して新たに共に働くエリシャを与え、イスラエルの 主へのですね、信仰を守る7000人を残してあった。そのように語ります。主はエリアと共にいて、再び飯を与えてエリアを立ち上がらせることをしました。そして共に働きをする同労者を与えてくださったのであります。私たちに飯を与えてくださった主は、私たちの弱さをもよくご存知であります。一人一人に合わせて飯の人へと成長させてくださいます。そして働きに必要な力と同労者も、共に働く者も与えてくださいます。召したもう神が、成したもう神であるということを今日も私たちは覚えていきたいと思います。共に祈りましょう。主よ、私たち一人一人を主の召しの人へと成長させてください。主と共に主の使命を成し遂げるものとなることができるように助け導いてください。私たちに召しを与え、そしてその召しを成し遂げてくださる主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。